はい、どうもピロツンと申します。さあ、新ストーリーまた追加されましたね。闇落ち系ってことで、前回のいつでしたっけ、ギムレイとかあのセリカとか、あと闇落ち匠か、あれ結構経ってましたっけ、もう1年ぐらい前か。まあ、今回もだいぶまたインフレが進んでるらしいですけども、とりあえずストーリーからやっていきたいと思います。またミッション残してあるので、ルナティックしっかりミッション回収がてらやっていきたいと思います。7章1節、いつか見た景色、カイアスキップオフでいいですね。じゃあいきます。やべ、スタミナない。あなたと共に、前回ってリーブ追いかけてたところでしたっけ、ちゃんと見とけばよかったな。そうっすよね、確か。え、あれ、ここってもしかして、この風景、そしてこの大地、ここはまさか。アルフォンス、シャロン、敵地に備えて。元の故郷に戻ってきたというか、元の故郷風なところって感じで、マリータからか。ちょっと攻撃力低めな感じもしますけども、10件4、もうスキルのインフレがすごい。でもなんかそれほどびっくりする感じでもないですよね、これに関しては。で、見切り追撃効果、これアルム君持ってるやつですよね、弓のやつで。暗黒の剣、キルソード系からの攻め立てか、攻め立てついてんのか。トラキアの子ですよね、エーベルの養子、養子、あ、幼女か、そうそうそう、ちゃんと覚えてますね最近ゲーム系のアルツハイマーが激しいんですけど、結構人気なキャラですよね、マリータ。さあ、行こう。特にギミックないのかな、バックがないと一発で倒せれば引き込み、切り込みかされないって感じかな。もしお頭を選んで。そうですわね、ストーリーは特に喋ることなかったですね。大概一章の一発目とかだいぶ長々と喋るイメージあるんですけど、ね、強いな、アクア倒せちゃう。あなたと共に、じゃあこうして、わかったわ、カミラで下げてしまいかな。カメラさん、よろしく。はい、強い。さあ、ストーリーは、敵部隊は撃破したわ。でもここって、お兄様、ここってやっぱり故郷、やっぱりそうだね、私たちのアス公国ですよね。そのようだね、おそらくここは異界のアス公国、パラレルワールドってことか。一応それ自体は驚きはしない。この世界には無数の異界がある。異界のアス公国、アス公国もね。でもアス公国なのに誰もいません。ほう、町の人たちも誰も。司法を偵察が見てきた限り、どこも状況は同じよ。全く人の気配がない。不気味ですね。いるのはただ死者の兵だけ。死者の兵、ゾンビ的な。みんなどこに行ってしまったんでしょう。先進もう、もう少し調べてみたい。死者の兵、もう完全に死の国の、死の国バージョンの異界アス公国。おう、まだ続く。アラン、お帰りなさい。どうだったかしら、ヘルの軍勢は。ここでロキ来る。弱いわ。でも殺しても殺しても湧いてくる。そうね、それが死の軍勢の恐ろしさ。彼らは死ぬことがないの。だってもう死んでるものね。ベロニカがもう参戦したってこと。死の女王ヘルが存在する限り、死の軍勢は止まらない。てん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 。じゃあ教えて。え、
ヘルの国への生き方。あ、ベロニカはベロニカの、何？普通の現在の時間軸で攻め込まれてきてんのか。後々参戦しに来るってことね。なるほど。私が行って、ヘルを殺してくるわ。お！ベロニカが動き出す。この助けに来たタイミングでもしかして純正のベロニカ仲間になったりするのかな？ブルーノとか。7章の一節。身を焦がす流血。カムイか。体が熱い。私の中の血が暴れ出そうと。うん、早いね。今回の一番、僕が注目してるキャラになりますかね。この強行の枠乱っていうのかな、まあ、要はインバースのあれですよね。インバースの暗闇、まあ、インバースの暗闇と違ってデバフを反転させるだけなんですけど、これ強いでしょう。欲しいな強行の枠乱。それに加えてスペックもかなり高いみたいですね。このカムイ古軍とこのブレスの攻撃のスキルか。周囲2マス以内の味方の数によって最大プラ6上昇。味方がいなければいないほど強いってことですよね。完全古軍というか孤立すれば攻撃と速さ12からの守備マボ曲がるの強すぎでしょ。こいつ欲しいですね。もらえるものなら。この暴走カムイって白夜暗夜の序盤でお母さん犠牲になったあの瞬間ってことかな。だいぶうろ覚えですけど。さあ行きますか。だから孤立させそんな孤立させないで倒すなんてゲートむずくない？そうね、しまった。カメラさん相手つけとけばよかったな。失敗した。あー反転くるのか。そっかそっか忘れてた。あんだけ説明してたの。わかったわ。いやー強いよなやっぱり。受けてみようか。弓まだ来ないし。わかったわ。うん、どうしようかしら。道を選んで行きましょう。一応隣接しないように倒せるか。分かったわ。カムイか。またインフレ進むな本当に。こんなカムイ攻めてくんの飛空城で。で来シーズンどうせボーナスキャラでしょ。あ何も話ないんだ。サクサクいきますね。7章3節。一人見る夢。チキか。このチキもな強いんでしょうね。この地を犯すものすべて焼き尽くす。早い。シードさんに行ってもらおうかな。行きましょう。あなたと共にどうしようかしら。いいね。大丈夫よ。カミラここかな。ええ届く、届いとるか。行きますよ。それで待機かな。はい。あ、しまった。しまったわ。しまったしまった。チキのステータス全く見てない。そのために取ってあったのに。ああ、どうすか。行きますよ。わかったわ。シーダで受けたろうか。行きましょう。はい、はいと。で、終わりだ。しまったしまった。チキのステータスを。お。あ。お？どういうこと？一応知り合いなの？あなたはリーブ。どうしてここに？もしかして、お母様のご命令で私を監視してるの？なんか喋ってよ。やっぱり、何も答えてはくれないのね。私は死の国にいた時もそうだった。
いくら話しかけてもあなたはずっと無言のまま。あ、そうだっけ？今まで一言も喋ってないのか？もうかなり登場してますよね、リーブ。初代アスク王国、王様？って、ん？王様よ？そうやね。私が誰かと話したのは、私が誰かと話をしたのは、アスク王国に行ってからの。え？ん？喋り出す？待って、今何か不思議な記憶が。私、前にあなたと話したことか。ん？どういうこと？よせ、喋った喋ったわ。喋るんかい。え？何も思い出すな。何もかも忘れろ。それがお前の幸せだ。ん？パパ？父親？そんな展開ありかな？どうだろう。父親、リーブが父親、無理あるか。死者やもんな。すいません、ちょっとチキ見てきます。これか。断絶の部です。竜特攻で遠距離反撃、まあ、普通の雷のブレスに竜特攻って感じですね。火炎からの攻撃配送の大覚醒、大きい体型、これが壊れスキルですよね。ターン開始時周1マスに竜以外に味方がいなければ自分の攻撃配送守備もプラ4からの移動1。もう重装じゃないじゃないですか。もうパーティーをマムクートで編成してしまえばもう2歩ずつ普通の歩行として扱えるってことですよね。また強いの出てきたわ。無属性本当今回熱いですよね。カムイも確か無属性ですよね。確か、まあ、後でわかるか。じゃあ続きいきますか。7章4節、焼き尽くせぬ狂気。ここは誰だ。あー、ベルクとか忘れとったわ。バレンシアもこの世界も何もかも俺が焼き尽くしてやる。嫁はん連れてきてますね。名前何やったっけ。エコーズもやりましたよ。なんかリアーネはあいつか、あの鳥のやつ、名前忘れたな。リーから始まったはず。リゲレ帝国の王族、ドーマ氏に恋人を捧げ力。ああ、そう。まあ、こいつもな、ちょっと不遇な運命でしたよね。にしても強いね。これ、バランス、取れてる気がする。速さなんてもう下げ、低いんならもう徹底的に低い方がいいですしね、どうせ。んで、遠距離から殴られたらもう問答無用で反撃。あ、でも周りに味方がいないとダメなんだ。さっきのカムイとは違って周りに味方がいないとダメ。でも攻撃した場合近い味方に20ダメージ。これもなんか利用できそうな気するんですよね。宿城とかで待ち伏せとか、なんやろ、そういう1ポイント減った系のスキルをあえて発動させるとか使えますよね、これ。もう飛空場ベースで考えてしまうね。何事もで、迷宮の構え4、もう何でも4出てきて早。カウント1もついてるね。じゃあ2回殴られたら2個下がるってこと？これもこれで強えな。なるほど。したら参りますか。この重装さっさと倒してこようかな。どうしようかしら。はい、わかったわ。コールドスター分かったわ。さっさと受けるか。これも倒せんでしょ、うちのカメラさんなら。
どうしようかしら。いってらっしゃい。うん、お、いったね。オッケーオッケー。皆さん強いです、今日も。で、あ、何もなしか。え、もう終わりなんやけど。なんか今回薄っぺらいですね。いつも結構長々とやってるんですけど、この一つの章だけでも。じゃあラストいきます。7章5節、ぬくもりの花。大丈夫よ、さっきのエイルとリーブの続き。ここまで来ても状況は同じね。どこにも誰もいないわ。考えたくはないけれど、このアスココがもう滅亡した、一人残らず。そんな、みんな死んじゃったってことですか。滅亡した異界のアスココ。残念だけど、そう考えるほかない。ただ、もしもそうだとしても、わからないことがある。この異界にも当然アルフォンスとかそういう、もともと住んでるやつも存在してたってことですよね。この異界のアスクは、僕たちの暮らすアスコ国とウリ二つだ。街並みも大地も感じる風も。風も感じてんの。はい。私たちのアスクに帰ってきた気持ちになります。それが突如、滅亡し、こんな死の世界に変わってしまった。一体ここで何が起きたんだ。お、リーブさん。敵襲よ、みんな、現役準備を。この滅びの地には、お前たちの亡骸こそがふさわしい。死ぬがいい。喋り出した途端、いっぱい喋るね。これも自傷系でしたよね。味方に20ダメージ。味方がいるとき、しかも3マスいいな。絶対強い人がついてほしいな。受けるとまずい。もう一番最後に倒せってことっすよね。四季から行こうか。あ、もうカムイとかしっかり孤立してあるしね。行きましょう。あなたと共に。分かったわ。はい。行きますよ。行きますか、じゃあ。カミラさんなら行けるっしょ。いてぇ、マジで倒しきれんし、そして。ちょっとまずい？わかったわ。ここ倒せっしょ。ロムファイヤー。オッケー。そうね。そのまま行けるか。行きますよ。よし。まあ、安定してますね、このパーティーは。まだ死に抗うか。いつまでも無駄なことを。リービの軍勢は引いたようね。もうすぐ日が暮れるわ。今夜はこの街で夜を明かしましょう。はい、私、ご飯の準備を。あれ、お兄様、見てください、これ。これは花束。ほう。お兄さんご存知ですよね。私たちの一番好きなぬくもりの花です。そういう花の名前なんだ。広場のところにこんな風に置かれたんです。これって、弔いの花。亡くなった人を思って、手向けられたものだね。じゃあ死者以外に誰か人がいるってこと？誰が、まさか、リーブが置いたのか。ほう。ここで亡くなられた、アスクの人々を思って、でしょうか。私たちのご先祖様、怖い人だと思ってましたけど、優しい一面もあるんですね。一応正気はあるんだ。なんかもう完全に操られ人形かと思いきや。民思いのところ、お父様やお兄様とそっくりです。はぁ、あ。お兄様？あ、すまないシャロン。ぼんやりしてしまっていた。何か気になる。何か大切なことを忘れてるような。終わりか。引っ張るね、リーブ編。やっぱ自分のご先祖様のあれですもんね。うん。さあ、ガチャ行きますか。一応ですね。あ、これも回収したか。一応、何でしたっけ？あのイベントの名前。
思いを集めてか。これのもらえるチケットも全部集めてきて、まあやっぱりあの天の進化英雄を引くのに貯金もしときたいので、今回も無料分で全部やれたらなって感じですね。ってことで5回分かな、これこれ。さっき言った通り無属性ですね。カムイ狙いでいって、まあ、ワンチャンチキで、無属性がなければベルクトって感じですかね。お願いします、無料分。よっぽど引き分ければちょっとオーブ使ってフィーバーしてもいいかもな。おい無属性いっぱい、全部引きたいな、こんだけ出てくれたら。ここやっぱオーブは貯めときたい。天の深海は絶対いるぞ。あー、ハゲたな、ハゲてますわ。よし、撤収。あと4回いけますね。いや、一応 3% でしたね。ここで出てくれたら相当な引きですよ。かなりダメ元ですけど、カムイ出てくれたらでかいよ、リズ。ちょ、無属性引いてるってことでサザとかもちょっと足らんく、いいね。今んとこ2個以上出てきてくれておる。オーブも消費しとったらワンチャンあったのかな。ああゼロね、久しぶり見たな。ゼロか。もうこういう錬成武器も持たせ、うわすごいな、引け取ったかもしれんねこれは。ここもう前の 8% ガチャもこんぐらい無属性出てきてくれたら苦労することなかったのに。セーラか、もうラストかな、ラストだ。おすごいね、毎回出た。うわ引けたかもね、こんだけ出とったら。節約ですわ、強いかもしれんけども。あーかげろう、やっぱ 3% なんでしゃあないっすね。撤収です。またどっか 8% ガチャで選ばれたらよろしくお願いします。こんなもんですね今回は。でそうそう、闘技場がですね、オリビエ、うちの唯一数少ない星5の十突の中でこれが対象になってくれたので頑張ってるんですよ。3800、今と984か。これで残留できたら初めて残留できます初めて。これも動画にしたいなって思ってたんですけど、やっぱちょっとまた時間が取れなさそうなので、一応昨日かな本気でやってみました。だから3800出てくれたので、このまま維持できるかな。あと何日、あと2日と数時間か。ちょっとよろしくお願いしたいですね。これはバックさんもやっつけたね。1340、また上から2番目にいてくれたらこれもありがたいですね。であと飛空城が今回だいぶピンチなんですよね。どうしようどうしよう縄張しごもうないです。前回勝率 100% っていうあの動画出させてもらったんですけど、実に情けない状態ですね。やっぱりこの何シーズンって言うんだろう、天理シーズンか、なんか
攻めづらいというか、なんか引きが、対戦相手も強いですよね。この椅子が24とか20、今25か、最大26シーズン目なんで。だってこれ取ってるってことはパーフェクトで、それだけの手だれってことですもんね。そんな方と今のところ 2,3 回当たって、どうだろう、パーフェクト勝利は間違いなくしてないですね。そのどうだろう、何回か負けて、最近のは勝ちましたね。またこんな手だれかよって思いながら、泣きながら戦ってましたもん。防衛も、まあ、モザイクかければいいか。まあ、一応調子は、まあまあ、まあまあなんですけど、まあ、あれですね、フレンド、あれ、何でしたっけ、フレンド模擬戦、あれのおかげで、ちょっと、こうしたらいいんじゃねってことをちょっと教えてもらったのもあって、もうほぼほぼ1体倒してますね。ここあれですね、この辺はあのリベンジバグのおかげで、あの見てみます、華麗にリベンジバグ食らいました。ここいないんですよね。で防衛取れてもレベル1と、いいね。くっそ、てかもうエナジーちゃんと取りに来ればよかったのに、なんかレバーティーぶち込まれて一瞬で終わってましたけど、いいな、レボティンも。ついや、こんなもんかな。ちょっと今シーズン一回24がいい感じなんでしたっけ。12200か、いけるかな。よし、だからまた動画にできるチャンスがあればやっていきたいなと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。またお願いします。